どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のジェットです。ということでね、ジェットと一緒にやっていきたいと思います。それでは投げに入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方がやってます。もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。今日はね、日頃日常ね、思うことをね、お話を今日はしていこうかなと思います。最近ですね、まあ、うちの子たち連れてお散歩行くときに、まあ暖かくなってきたからお散歩する方が増えたのはね、あるのかなとは思うんですけども、やっぱり、ちょっとね、ノーリードだけをやめた方が、最近またよく見るようになったんですよね。あのうちがね、近くにね、公園があるんですよ。で、公園があるから、その公園内で、ワンちゃん話してる方がね、ちらほら、まあ首輪が抜けちゃったとかね、リードが切れちゃったっていうのはもうしょうがないとは思うんですけど、まあ、あくまであの意図的に、ね、好意的に話すっていうのは、まあ、ちょっとね、やっぱりどうなのかなっていう部分はあって、で、ワンちゃんをね、好きな方々はいいと思うんですけど、まあ、苦手な方の気持ちも考えましょうっていうところと、あと一番ですね、他のワンちゃんいるじゃないですか、うちの子平気って言ってもね、周りの子が全て平気なわけじゃないから、そこはね、改めてやっぱりね、ちゃんと考えてやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ変な話、トレーニングが最低限入ってる入ってないとか、ジェットおいで、うちのジェットみたいに、じゃあ例えば人がいきなり触ったって子供がいたって噛まないような自信があるよっていう性格のワンちゃんだとしてもですよ、だとしても、ワンちゃん嫌いな人ってそういう話じゃないですよね。もう離れてるだけで怖いし、なので、ね、もう本当にね、苦手な人からすればそれだけで嫌だと思うんですよね。で、そういうことをしちゃうと、ジェット、さて、ね、やっぱりワンちゃんたちも行ける場所が少なくなっちゃったりとか、やれることも少なくなっちゃったりすると思うので、その辺はね、本当にね、気をつけてやっていかなきゃいけないんじゃないのかなって思います。あとですね、最近またね、たまにね、コンビニとかでつながれてるワンちゃんを見ます。まあ夏が近いからっていうのを理由にしちゃいけないのかもしれないけども、あまりね、暖かくなる時期になってくるとやっぱそういうの増えるんですけど、あまり自分も良くないとは思うんですけども、本当にね、知らない人がね、可愛いねって言って手出して触って噛んじゃったりとかしても、なんか噛まれた人もかわいそうで、ワンちゃんもかわいそうじゃないですか、一人で待ってるのもね。なのでね、本当にお散歩中にね、お買い物とかっていうのは控えてもらうようにして、できればね、もうどうしても喉乾いたとか、どうしても買わなきゃみたいな時がある時には、自動販売機とかね、そういったものを使っていただけるとね、個人的にはいいんじゃないかなと思います。本当になんか最近すごく感じるのは、自分もね、ワンちゃん大好きなんですよ、ね、ワンちゃん大好きなんだけど、そんなワンちゃんたちと出かけることやれることを増やしていこうってなってくると、やっぱりワンちゃん苦手な人、ね、嫌いな人の、ね、気持ちをね、どれだけ考えてあげられるかっていうので、よくね、ドッグランの人にも、自分もなんか自分で何がしたいかよりも、なんか周りの人がどう感じるかみたいなところを大事にしていきたいって話をいつもしてますけど、でも本当にね、なんかそのワンちゃんのことを考えるってすごい大事なんですよ。でもこれね、ツイッターとか見てもそうなんですけど、ワンちゃんワンちゃんって、こうあんまりにもそっちに気持ちがいっちゃう方の場合って、なんかどこか人の気持ちを置き去りにしちゃってるところがあるんじゃないかなって個人的には思っていて、それって本末転倒じゃないかなと思うんですよね。もちろんワンちゃんって人を怖がらせるつもりもないし、一緒に暮らしててね、楽しくて行ける場所も増やしてってやっていけるのが本来一番いいんだろうけども、でも犬にいいことばっかりはね、やってあげようやってあげようって考えて、それが結果周りの迷惑につながっちゃうんだったら、ちょっとやっぱり本末転倒になるんじゃないかなって思ってるところがあって、特にね、ワンちゃんとの関係性をよく保とうと思って、トレーニングもね、いろんなトレーニング方法があったりすると思うんですよ。で、何が正しいの問題とかもあるんですけど、自分的にはね、正直に言っちゃうと、なんか人のトレーニングに対してどうこう言うのもちょっと違うかなと思ってるところがあって、っていうのが、もうその子の性格もあるし、その人の性格もあるし、まあ、その子たちがそれでいいならいいじゃないですか。なんかそれに対して、なんか正しい正しくないみたいな、なんか聞かれてないことをどうちゃらこうちゃら言うのも、またなんかちょっと最近違うんじゃないかなって思ってるところが非常に多くて、ワンちゃんのことを本当に考えるのであれば、ワンちゃんのことを追求するだけでいいのか、特にワンちゃんが好きだって言ってやってる人ほどそういう傾向が非常に強いなっていうことで、何が一番楽しくお互いにやれるかを考えていった方が、
正しさを追求するよりもいいんじゃないかなって個人的には感じたので、今日はねそんな風な話をしてみましたね。皆さんもね日頃ワンちゃんと暮らしてると感じることっていろいろあると思います。でそれは感じることってあっていいんだと思いますし、で自分が今ワンちゃんと向き合って何かクリアしなきゃいけない問題があってやってることっていうのは、まあ一生懸命やっててお互い楽しければそれでいいんじゃないかなっていうところで、正しさっていうのは二の次でいいんじゃないかなって、一番はやっぱり本当の意味で楽しくっていうと、やっぱり自分たちのことはもちろんなんだけども、周りのことを配慮していくと、楽しく付き合えることが増えていくんじゃないかなと思いますので、ジェットおいで、ジェット、ぜひ皆さんもね自分のこと、ワンちゃんのことだけじゃなくてね、周りのことも含めてね配慮して一緒にワンちゃんと楽しく暮らしてみてはいかがでしょうか。はい、また。